会社によって仕事の忙しさというのはまちまちだ。俺、三木谷美希也が勤める会社はどちらかというと忙しい方であり、人によっては与えられた仕事が多すぎてパンクしてしまうなんてこともまあまあある職場。丹波先輩。ん？今って空いてますか？実は手伝ってほしいことがあって。何かしら？そんな人手不足の我が社において彼女の存在はまさに皆が頼れるヒーローとも言える。これなんですけど。ああ、これくらいならすぐ終わるわよ。データもらえる？私の方で数式組んでおいてあげるから。ありがとうございます。丹波ニナ、仕事は早いし面倒見もいい。困っている人がいればすぐに助けてくれる、みんなの憧れの的。はあ、やっぱかっこいいな丹波先輩は。だな。おいミキヤ、お前も終わりそうにないなら手伝ってもらったらどうだ？今日は飯も食わずにずっとパソコン叩いてるじゃねえか。いや、いい。なんでさ、そうした方が残業もしないで済むぞ。だってそりゃあ。ら、何かしら？私の名前が聞こえた気がしたけど。あ、先輩。いやね、こいつが今日昼休みも休まずに仕事してるからちょっと手伝ってもらったらどうかって。そうなの、ミキヤくん？いや、別に。遠慮しないで、困ってることがあったらいつでも言ってね。私なら全然余裕だから。大丈夫です、俺は俺でちゃんと終わらせますから。そう？はい。うん、ならいいけど。入ってくれてんだから甘えりゃよかったのに。やだ、なんでさ。俺も丹波先輩みたいにかっこいい先輩になりたいからな。だから頼らずに自分の力でやり遂げたいって？そういうこと。みんなみたいに頼ってばっかじゃあの人みたいにはなれないからな。お邪魔します。ああ、どうも、三木谷さんね。今日は来てくれてありがとう。いや、こちらこそ、ご依頼ありがとうございます。休日、副業でやってる家事代行サービスの方に連絡があったので、俺は依頼主の家まで来ていた。大学の頃に始めた仕事だが、未だにこうして依頼があるので細々と続けている。娘さんがいるんでしたっけ？そうよ。今日から1週間私と旦那は海外旅行行っちゃうから、その間の家事をお願いしたくて。娘さん小さいんですか？うん、立派な社会人よ。言いたいことはわかるわ。言わずに耐えてくれてありがとう。あ、いや別に。うちの娘ってば家ではほとんど引きこもりで、出勤する時以外部屋から全く出てこないし、家のことなんて一切できないのよ。ほんと我が子ながら困っちゃうわ。あは、それはそれは。はあ、なるほど。よほど物臭な性格な人なんだろうな。丹波先輩とはまるで正反対の。あ、丹波？確か今日の依頼主の名字も丹波で。というわけで、ここが娘の部屋よ。とりあえず挨拶くらいはさせますから。あ、はい、よろしくお願いします。ちょっと開けるわよ。家事代行の人が来てくれたから挨拶くらいちゃんとしなさい。え、あ、はい、どうぞ。まったく、部屋からも出てこないで。ごめんなさいね、三木谷さん。遠慮せずに開けちゃって。大丈夫ですか？なんかすごいバタつく音してましたけど。いいの、いいの。いつものことだから。あ、そうですか。それなら。失礼します。どうも、今日から1週間家事代行サービスをする予定の三木谷で。はいはい、よろしくお願いします。こんにちは、ミキヤくん。こんなところで会うなんて奇遇ね。いや、その体勢で決め顔されてもいろいろもう手遅れです。そして。それじゃあ私たちは出発するから。ミキタニさん、大変だと思うけどどうぞよろしく。あ、はい、了解しました。じゃあな、ニーナ、
いくら三木谷さんがいるとはいえ、自分の部屋くらいは自分で片付けるんだぞ。あ、うん、わかった。三木谷くん。はい。言っとくけど、誤解はしないでほしいわ。いや、誤解じゃなくて確信です。ぐっ、違うのよ。今日はそのたまたまで。そう、たまたま、たまたま不覚にもちょっとばかし気の抜けたところを見られてしまっただけで。あれがちょっと？割と？いや、だいぶ。仮にも他人が来てるのに、あの体勢で出迎えられるメンタルがすごい。だって、家事代行サービスの人なんて別に両親が帰ってくるまで家のことをやるだけで、以後一切関わることのない相手じゃないの。だからその、わざわざ気を張って相手する必要もないかなって思っただけで。うん。三木谷くん、そのじとっとした視線はやめてもらえる？なんか胸のあたりが少しばかりチクッとするわ。まあいいですよ。とりあえず俺もここには仕事できたわけですから、きっちり責務は果たします。仕事って、そうよ三木谷くん。え、どうしてあなたが家事代行サービスなんて副業やってるの？うちの会社でも十分給料は足りてるでしょ。まあ別にお金が欲しくてやってるわけじゃないですよ。ただ必要としてくれている人がいるうちは続けようかなってだけで。わざわざ仕事終わりの時間と休日を潰してまで？ええ、俺人の役に立つの割と好きなんで。何ですかそのじとーっとした視線は。いえ、自己啓発系の本でしか見ないようなワードをさらっと口にするあなたに関心を通り越して唖然としているだけよ。マジか。なんかすごい遠回しに俺のことバカにしてません？そんなわけで俺は丹波先輩の家で家事を行うことになったのだが、さ、早速夕飯作りますので。待って三木谷くん、そのくらい私がやるわ。いや、これも仕事ですし。いいの、大丈夫。言っとくけどね、私だって料理の一つや二つくらい作れるのよ。ほら、こうやって。あー、目が、目が！何してるんですか、あなた。じゃあこれ、片付けますね。待って、三木谷くん、それくらい私がやるわ。いや、これも仕事ですし。いいの、大丈夫。言っとくけどね、私だって食器の一つや二つくらい洗えるのよ。ほら、こうやって。あ、わかった、立たない。それハンドソープなんですけど。それではお疲れ様でした。また明日仕事終わりに来ますので。うん。先輩、なんか表情暗いですね。そりゃそうでしょ、部下にこんなところ見られて落ち込まないわけないわよ。別にそんなに気にしなくていいと思いますが。いいえ、気にするわ。これ以上ないくらい気にするわ。いい？三木谷くん。あ？お願いだからこのこと会社では絶対に内緒にしてちょうだい。え、何その目。いや別に。わかるでしょ、会社での私は仕事ができて超かっこいい、みんなに頼られる先輩なわけ。こんな情けない姿をみんなに知られるわけにはいかないわ。先輩って結構見えっ張りなんですね。翌日。君、君、ここのところ数字打ち間違えてたわよ。あ、マジですか、すみません。ま、今回は私の方で直しておいたから、次は気をつけてね。はい、ありがとうございます。いや、やっぱ丹波先輩は頼りになるな。そうでしょ。何か言いたいことでもあるのかしら。いえ、別に。会社だと相変わらず頼りがいのある人なんだけどな。ならいいけど、余計なことは口が裂けても言わないようにね。はい。こえ。お邪魔します、家事代行に来ました。よく来たわね。先輩、なぜ室内でサングラスを。愚問ね、私は二度も同じ過ちを犯さない女。その買い物袋、見たところ今日も玉ねぎが入っているみたいじゃない。そうですね、ポトフでも作ろうと思って。
このサングラスさえあればもう玉ねぎを切っても涙が出ることはないわ。さあさあ、あなたはのんびり座って料理が出来上がるのを待っていなさい。いや、だからこれが俺の仕事。いいの、とにかく待ってて、今日こそは私がやるから。しかし昨日に続いて今日まであなたに無様な姿を見せるわけにはいかないもの。安心なさい、たかが料理くらい見事にこなしてみせ。ネゴー、玉ねぎの刺激は鼻の粘膜からも来るのでサングラスは意味ないですよ。って言いたかったんですけど遅かったですね。結局またしても無様なところを見せてしまったわ。まあ俺は料理し慣れてるんで平気ですが、不慣れな人には玉ねぎの刺激はちょっと辛いかもしれませんね。あー、かっこ悪い。先輩、俺いつも仕事では先輩にこれ以上ないくらい助けてもらってますから、こういうことくらい少しは頼ってくれた方が俺としては嬉しいです。ちょっと、私より家事ができるからって調子に乗って。ちょっとではないです。多少？いや、だいぶ大幅に。くく、分かった、分かったわよ。もう三木谷くんの前で見栄を張るのはやめる。それでいいでしょね、そうしてください。なんか嬉しそうね。そう見えます。そりゃ嬉しいさ、ずっと丹波先輩に頼ってもらえる存在になりたいって思ってたし、その上みんなの知らない彼女の弱々しい一面を俺だけが知ることができたんだからな。家事代行を始めてから数日。先輩。なに？なにじゃないですよ、夕飯できましたよ。はい、今行く。今日の夕飯は何かな。ルンルンって、何その顔。いや、なんでも。家では見栄を張らない、そう宣言してから彼女は自室に引きこもることが増えた。というか最初に来た時の様子を見るに、本来はそういう生活スタイルだったんだろう。おばさんもそう言ってたしな。かと思えば、三木谷くん、そっち終わってる？もしきつそうなら手伝うけど。だから何なのよその顔。会社での先輩は相変わらず誰からも頼られる完璧でかっこいい立派な先輩を演じている。先輩。何？演じているというか、まあ実際仕事に関しての彼女は本当にすごいんだけど。そんなある日、先輩、ご飯できましたよ。反応がないな。おかしい、いつもなら腹を空かせてドタドタと降りてくるというのに、今日は一体どうしたんだろう。ご飯を忘れるくらいゲームに夢中になっているのだろうか、あるいは寝落ちしているか。先輩。うーん、ノックまでしても反応がない。致し方あるまいか。ちょっとだけ失礼しますよっと。あ、やっぱり寝てる。まったく、部屋は散らかりっぱなしだし、ほんと会社と家では全然違う人だな。先輩、ご飯できましたから起きてください。あ、この PC の画面、仕事の。しかもこれ確か先日有事が終わらないって嘆いてたやつ。うちの娘ってば家ではほとんど引きこもりで、バレないように隠さなきゃ。なんかすごいバタつく音してましたけど。いいのいいの、いつものことだから。あ、そっか、この人ただの見えっ張りなんじゃなくて。風邪ひきますよ。見えっ張りなんだな。あっ、寝ちゃってた。どうしよう、今何時で。あ、あれ、毛布かかってる。いつの間に。三木谷くん。ああ、先輩、やっと降りてきたんですね。見たの？え、何のことですか？それはその、何って、その…毛布、かけてくれたでしょ？
だから部屋に入ったんだと思って。ああ、入りましたけど。だから、見たのかなって。あの部屋の惨状ですか？前に見たよりさらに汚くなってるなとは思いましたけど。悪かったわね。私だっていろいろ忙しい。そうじゃなくて。それ以外に何かあります？いや、まあ、ないならいいけど。俺は、夕飯。冷蔵庫にありますから、温めて食べましょう。先輩待ってたんで、俺もお腹空いちゃいましたよ。そうね。おいしい。でしょ？先輩のようにかっこいい人になりたい。だから、先輩が見栄を張り続けるなら、俺もこのことは彼女に言わない。でも、はい、これ。君が作成に詰まってた資料、私の方でいろいろまとめておいたから、取り掛かりやすくなってると思うわよ。うわぁ、マジですか！超助かります！今日も残業かと思ってたので。いいの、いいの。こういうの私、得意だから。すごいですね、先輩は。さらっとこういうのやっちゃうんだから。そうよ。もっと褒めなさい。よかったら、もう一つ手伝ってもらいたいことがあるんですけど、いいですか？もちろん、無理なら大丈夫なんですけど、先輩も忙しいでしょうし。何言ってるのよ。何でも言ってごらん。さあさあ。何見てるの、三木谷くん。いえ。今日はカフェイン強めのコーヒーと。何？夜食にツナサンドでも用意しておこうかと思っただけです。彼女が誰かを支えるために頑張る姿を他人に見せないように。俺も彼女を彼女の影から支えようって、そう思っただけだ。おまけ。おお、確かに美味しいな、三木谷くんの料理は。あ、よかったです。でも、私たちが帰ってきたのに、代行サービスまで頼む必要はもうないんじゃ。お金は私が出すから、別にいいでしょ。あら、そうです。なんかすみません。あんた、一人暮らしすれば？え？そしたらきっと、三木谷さん、無料で来てくれるわよ。ねえ？あはは。おまけに、1ヶ月後。というわけで、人手不足の我が社にもようやく新入社員が入ってくれた。みんな、よろしくな。よろしくお願いします。先輩、これやっときました。お、早いね、助かるよ。いえいえ、他にも何かあれば言ってくださいね。どんどんやりますので。いや、よかったですね。あの子優秀ですし、これでみんな仕事地獄から多少は解放され。先輩？みんな私を頼ってくれなくなっていく。私の方がもっとできるのに。複雑そうだな、この人。先輩、ご飯できましたよ。今行く。